吉田さん、今日ね、大和くんがスクールに行ったんですよ。で、すぐに私たちもちょっと用事があったんで出かけたんですけども、1時間ぐらいしたらね、大和くんが熱を出しましたって電話がかかってきたんですよね。でもその時私すでに岡山県外にいたんで、と思ったんですけども、すぐに戻りますって言って30分で大和くん迎えに行ったんですよね。で、その時に迎えに行きながら思ったのは、これ共働きでお勤めだったらこんなにすぐ戻れないよねとかね、そもそもこんなに早く連絡つかないよねと思ったんですよ。そう考えたら、お金がしっかりあって、その上で時間がたっぷりあること、自由があることっていうのは、まさにね、生命を守ることに直結するなと思ってるんですよ。そしてね、一刻も早く帰ることによって、その大和くん預けてるね、スクールからも、このお父さんお母さんは本当にすぐ戻ってきてくれるな、連絡つきやすいなっていうふうに、信頼関係も高まると思うんですよ。で、それが今日のエピソードだったんですけども、人生は金であるっていうね。で、まさに私ね、口に出すのはなかなかはばかられるんですけども、まあ一言で言ったら、生きてる以上金のことは解決しないといけないと。で、私も365日24時間相変わらずお金のことを考えてますよ。どうやったら有効に使えるか、どうやったらもっとうまい儲け話があるのか、そして今持ってるお金が明日全部なくなったらどうするみたいなね、リスクヘッジも。だからね、油断してるわけじゃないんですよ。億という金額を稼いで、資産も金利でやっていけるぐらいお金があってもですね、真剣にお金のことを考えることだけはずっと忘れてないんですよ。で、そう考えるとね、お金に余裕がない人がお金のことを真剣に考えずにどうするんだと思いますよね。真剣に考えて行動しないからお金がないんだろうと思いますし、じゃあね、お金がいらないよとかね、お金だけじゃないよっていう方は、どうやってね、自分の大切な人や物を守っていくのか、体力があるのか、腕力があるのか、それとも知恵があるのか、何もないんだったらせめてお金だけ持っとかないといけないですよね。で、お金ってあっても邪魔にならないんですよ。で、ないとものすごく困るんですよね。だから私はこう思うんですよ。エホバの証人の方、聖書の中にね、人間は神様と富、同時に使えることはできませんって書いてあるんですよね。でも、富を手にするってわけじゃないんですよ。富ってほどじゃないですよ。それこそ月収100万とかね。いや、月収100万が富だっていうんだったらね、暴力、暴利だっていうんだったら、もうほとんど金持ちはもう全員悪人ってことになっちゃいますよね。でも、月収100万でも、その100万をしっかりと社会のために使う、そういう行動なら世のため、人のためになってるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ、ひどい話になると思いますけども、月収20万の人はどう頑張っても20万しか社会に還元できないんですよね。でも月収100万の人って毎月100万円を使って身の回りのいろんな会社とかお店とか業者を儲けさすことができるじゃないですか。じゃあ、どっちが多くの人、より多くの人から喜ばれるかっていうと、費用を見るより明らかなんですよね。より多くの金額を使う人、より多くのお金を稼げる人って、基本的には社会をものすごく潤沢に回してると思うんですよね。だからといって、そこで言うのが、人間の価値はそのお金の稼いだ額とかね、お金を使った額では測れないよっていうのはその通りなんですよ。でも、その他の条件が一緒だとしたら、じゃあお金をたくさん稼ぐ人、お金があんまり稼げない人だけしか違いがないとしたら、どうですかってことを考えたら、これ明らかですよね。それに、お金をね、あんまり使わない人としっかり使ってくれる人、どっちが歓迎されるべき顧客なのか消費者なのかっていうと、これも明らかですよね。もちろんね、金をビルの上からばらまけみたいなこと言ってるわけじゃないですし、女遊びとか酒かっくらったりギャンブルにお金をバンバン使えたわけじゃないですよ。でも、暮らしにいくら必要かっていうのは人それぞれ咎められるものではないと思うんですよ。で、家族を抱えればそれなりに所得も消費金額も増えると思いますし、また増やしていかないといけないと思いますしね。そう考えたらね、やっぱり今、質素ってのは確かに美しい部分があるかもしれませんけども、質素をね、通り越して貧困っていうのは、やっぱり私たちが抱えてはあまりいけないことじゃないかなと思うんですよ。まさに心も貧困になってしまう。なんかね、お金をたくさん稼ぐことって基本的にいいことのはずなんですよ。人に何かサービスを提供して喜ばれてありがとうという感謝でお金をもらってるわけですから、だからお金を持つ人ほど多くの人に感謝されたという、その通信簿の
バロメーターじゃないかなと思うんですよね。これは別に自分を正当化するわけでも何でもなくって、うん、本当にビジネスでありがとうね、売ってくれてありがとうねっていう反対側でお金払ってるわけなんですよ。で、投資は全く違いますよ。投資は投資に失敗した人の損切りを利確として分取ってきてるだけなんで、お金損した人が何にも得てないんですよ、投資に関しましては。そう考えると投資の世界は、私の倫理観から言うとね、あんまり褒められたものではないんですけども、まあ、けどビジネスでお金を稼ぐっていうのは、もっともっとね、多くの人が堂々とそれこそ真剣に向き合うべきジャンルなんじゃないかなと思うんですよね。そしてできれば子供たちは若い世代にこうやったらお金の心配がなくなるよっていう風なお金の稼ぎ方をね、教える人がもっともっと増えればいいのになと。やっぱり人生30年40年生きてきて、月に10万円稼ぐ方法を若い者に教えられないっていうのは、やっぱり若い人から見てね、じゃあ誰についていけばいいんですかっていうことにもなると思うんですよね。で、私の10代の頃っていうのは、いい会社に入ることが稼ぐ手段だったんですけども、それは給料をもらうっていう言葉だったのを稼ぐっていうふうに勘違いしてたんですよね。で、稼ぐっていうのはあくまでも自分で集客して自分で販売する、商品を自分で作るか、どっかから手数料をいただきながら商品を紹介するっていう、このアフィリエイトの流れですよね、広告の流れで、こういったことをマスターすることなんじゃないかなと。だから改めて思うのは、商品の力と集客の力とセールスの力、この3つはやっぱりね、最低限覚えていかないと、それこそ数学や高校とか理科の前に覚えておかないと、それこそ勉強もできない、勉強するお金も稼げないってことになっちゃいますんでね、電気代、ガス代、食事代、いろんなものを稼ぐためにビジネスはやっぱり網羅しておかないといけないでしょうね、きっとね。それこそ月に10万でいいんで、自力で稼ぐことっていうのは身につけてもいいんじゃないかなと。それすらね、金金言うなって言うんだったら、もうね、ほっといてくださいって話ですよ月に10万稼ぐのがなんで悪いんだみたいなね。じゃあ最後に、草薙さん、スマップの草薙さんがね、裸で逮捕された時の言葉をちょっともじって言わせてもらいます。裸で何が悪いに対抗して、稼いで何が悪いですね。いってらっしゃい。